どうも柴です。車がね大変汚れております。ちょっと僕ね虫を殺しすぎた男です、ね、暖かくなってくると、はい、高速乗ってると、まあ、虫をさ切って走ってまうから、まあまあ確かに。あいつもかわいそうやね。こうやってピューンって飛んでるだけやのに車がカッターって言ってさベトーンって、そうそうそう、ちょっとかわいそうなんですけど僕もかわいそうや、うん、ね、ということで最近ね僕がめっちゃ気に入ってる洗車機あるんです。今日はそこをね撮りたいと思います。なんで僕の車そこ触れててくれへんかったん。いやーね、なんでやろうねあんまり洗っても変わらへんから。あ、そういうこと。うん、ほんまね、いいんですよ。何がいいかは後々。ほうほうほう、はい、また説明しますけど、はい、もうね近いですよ。なんて洗車する言うてるよ、雨降ってきたまずそこじゃない、ここです。ここのエネオス、ここの洗車機がめっちゃいいんすよ。さあさあ取っちゃうよ。クーポン券、まずねシャンプーセンサーで泡高圧ジェット、もうこれだけでいいんですよ。え、これだけ。これだけ。なんか ポリマーなんとかそんなしないの。いやいや、もうこれで600円でしょ。600円でめっちゃいいから、はい、これで OK。 おー、始まった始まった。ここ見て、めっちゃいいから。ここね、Z が横も出るんですよ、はい、へぇー。上だけじゃなくて、水の量半端ないですよ。半端ない、半端ない。横もほら、Z 出てる、わかる。あー、なるほどね。うん、これがもう最高、めちゃめちゃいい。うわ、なんか泡もよう出てるな。そうでしょ。ここの洗車機、めっちゃ汚れ取れるんですよ。まあ、強いて言えば、はい、虫の死骸さっき取っとけよっていう話なんですけどここよくね。ここいいね。水がほんま多いんですよ。いいな、僕もこんなとこで現れたいな。窓開けて。いや、それやめよう、2台目潰れるから水いっぱいやから多分1回入ると思うやめよう、それは危険や。今日こんだけ水出してくれてるから、はい、ほんま傷はいかんと思う。あ、うん、水をけちってるところはほんま傷いくから。はい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 、水を蹴つけないから全然いいよ。あー、綺麗に流れてる。柴さんのアコで現れてきたらどうすか。いや、綺麗になるかな、顔面。いやー、もっと痛むかもしれない。ポリマー選択かな。あかん、ポリマー100回したらいけるかなだいぶ削れてません、ね、これで終わりやと思うでしょ、うん、はい、まだあるの。そうなんだよ。うわー、すげえ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 。あ、これが高圧ジェット。そう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 。これはよう汚れ取れるわ。めっちゃいいでしょ。いいなー。後ろもこれめっちゃ綺麗になるんですよ。いないなぁ。いいでしょ、いいでしょ。でもほんまようベルファイア洗車機通すね。いやー、洗車機じゃないと、うん、無理よ。あー、そうっすか。これを天井まで洗って、あ、全部やるってさ、相当大変やから。でもやっぱ最初、買った当初は手洗いしとったんでしょ。いや、一回もしてない。嘘でしょ。一応たりとも。もう今から吹っ飛ばしですか。今からようやく。これで600円。いいなぁ、めっちゃ綺麗になった。うわ、ここまで枯れてる。寒い寒いよ。これね、はい、雨上がりの日、ここね、はい、10台ぐらい並んでるから。あー、やっぱりか。どんだけみんな洗車好きやねん。いや、でもこんだけの水圧でやってくれるんやったら汚れも取れるっすや。そう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 、すごいいいよ。で、スポンジやつね。はいはい、うん、要はほらちょっとブラシのところはさ、ブラシの傷もいくし、うん、ブラシの芯がちょっとボケてなんかつくんですよ、はいはいはい、あれがもう最悪で、なんであんな置いてんのかなと思って。これね、ほんでね、はい、ここの洗車機でやると、はい、後ろもかなり飛ばすよね、はい、へー。あ、しかもなんかこれ飛ばすのだいぶゆっくりですね。そう、ゆっくりゆっくり。こっ
からが、はい、いい感じに。おしまいと。わ、綺麗だこれ。めちゃんこ綺麗。そうでしょ。これ前見て、前綺麗になったでしょ。めっちゃ綺麗。虫は虫は？虫はね、まだついてるね。あ、ほんのやね。ほんのりやっぱつくね、これ。まあ最初にちょっと拭いとかんとね。まあこれはね、なかなか取れへんけど、拭いちゃうとここもおるやん。あ、ほんまやね。これもまあ拭けば。はい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 。なんとかなる。まあ汚れが取れてるから、うんうんうん、拭いてもそないに気づいけへんよね。うんうん。うん、砂が取れてるから。いいなぁ、いいなぁ。やっぱこの色いいね、やっぱり。この色いい？うん。なんで？綺麗。汚れが目立ちにくいからね。黒とかやとね、どうしても黄砂とか降ったらだいぶ白になってまうじゃないですか。そうそう。あとまあパールが入ってるから、うんうんうん、小傷も目立ちにくいよね。僕の車にやったみたいな拭き方してもらえないですかね。何ですかそれ？プロみたいな拭き方？オッケー。あとね、ここの洗車機、はい、いつもね、ここに泡残ったりするんですよ。はいはいはい、ここの洗車機、泡残らない。へぇ、横拭くときにね、はい、プシュプシュプシュって。ああ、なるほど。なんで、違う感じでやってくれるから、中に入る。めっちゃいい。僕の車のとき、もっとなんかそれを叩きつけとったんですけど。そんなんやってたっけ？うん。ほんま？うん。自分の車だとそういうソフトタッチになってしまうの？ソフトタッチじゃないよ、全然ガンガンいってるよ。で、ここも洗えんねん。ここも意外にね。あ、この辺ね。そう、ちゃんと洗えるから。はい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 。ここの洗車機大好き。大好き。大好き。大好きだよ。いいね、いいね。綺麗は、やっぱり。もう買ってね、うん、何年やろ。何年？ 3 年半ぐらい。へぇ。全然いけるよ。でもやっぱ でかいから覆面積も多いな。そう。めっちゃめんどくさいねん、これが。けど、これを手洗いするって思ったらゾッとしてやろ。いやでもやっぱこういうのを新車で買った時でもしばらくは手で洗いたいな。ない、もう買ってこっち側が見えるよ。そんな傷いかんもん。手洗いしても傷いくからね。まあまあまあそうやけどね。僕らみたいなヘボいやつが手洗いすると、はい、逆に傷いく。そうそうそう、あの掛け持ってせえへんや、うんうんうん、だから泡もそんないっぱい常につけ持ってせえへんけど、ガチャ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 ってやるやん、うん、砂でこすってるようなもんよね、こすった時期とか。それだと洗車機やったら水かけながら回してくれてるから絶対傷は行きにくい。まあプロがやったらね、傷行きにくいやろうけど、うん、そんな僕らプロちゃうし、そんな時間もないし。柴田ってどんぐらいの周期で洗車してるんですか？1週間に1回ぐらい。あ、結構割りかししてるんやね。気がついた時にやるぐらいかな。こびりついたらやっぱ取るんが大変やからさ。まあまあ確かに。今やったらこうやって拭くだけで全部取れていってくれるやん。これがその置くと全然取れへんくなるよね、うんうんうん。トラックとかすごいことなんねんで。いや、トラックはやばいと思う。ほんまに。トラックは長距離ドライバーとかえぐいやろね。いや、もうえぐいよ。たまにガーがさ、はいはいはい、ギャッってなってるからさ。セミとかも終わってる。セミなんか当たる？当たるよ、当たるよ。ということで洗車完了しました。綺麗。ホイールは拭きません。なんで？めんどくさいから。あ、そうっすか。天井も拭きません。なんで？めんどくさいから。身長低いからじゃなくて。そこに脚立あったで。脚立はあかん。なんで？落ちたら危ないやろ。めんどくさいだけやろ。違うよ、安全第一。え、今日はラーメンないの？ラーメンないの。あ、そうやそうや、これあげよう思って。なんやねん、なんかこれあげよう。これ野菜ジュース。なんで箱ごと？これあげる。カゴメ、はい、糖質オフ。そう、この体型にオフしても何の意味もないわ。やかましい、飲め。はい、ということで今日はベルファイアの洗車でした、うん。ちなみに僕こういうとこ一切拭かないんで。うん、まあ性格出るっすよね、その辺ね。性格出る。性格出る。まあね、性格出ても洗車機どうせば。まあまあ綺麗になるとしね。周りだけはね、綺麗になる、うんうん。でもめんどくさい職、洗車機を使おうぜ。はい。僕は洗車機の回し物でもなんでもないけど。はい。洗車機いいよ。次もう一回来るとき、もう一回触れてきてくださいね。あの助手席の窓開けとくから。やめとけ。ここはやめとけ。ここはほんまに入るから。すっげーやつエグかったからな。ここはほんま。だって中入ったらここプシプシってこのここまで水いってるからさ。はい。もうここはやめとけ。1センチだけ開けてどんだけ入るかやろうよ。無理です、無理です。どうしてよ。本日もありがとうございました。お疲れ様でした。
何ひょっこりはなんかめっちゃ鎮痛マッチしてないけど、もうええかな。もういいっすよ。うん、帰るわ。え、さよなら。ちょ待って、乗して帰ってや。いやいや、おいおい、歩いて帰れ。待て待てや。あのさん、お前帰りよんど。